クバトルの解析の始まりです。はい、こんにちは、こんばんは、どうも、デアルです。今日ですね、はい、 TVS ルミナスボリューム2ということでね、はい、残りです残りの試合あげるんで、ぜひ見てください。はい、じゃあ試合の方いきましょう。大会に力入れたらもっとやっぱファンとか増えんのにな、俺らも。そうだね。だってさ、賞金ついてたら見るじゃん。まあいいやと思って、いや普通に、ちなみに言うと CF1 陣でいいよ。うん、まあ、何もいいよ、何も言ってなかったからいいんだけどさ、別に。あれだな、まあ、開幕かけ切ればよかった。それ切っていいわ。なんだ、かけあんのか忘れてたわ。あるある。まあ、メリット的には、次詰めるときにすぐ出るってことだけど、まあ、うんって感じ。あ、これ2個目残しとくべきかな。落とせる落とせる。ナイス、倒せるよこれ。あぶね、うん、うえっ、引き連に今入ってる。ナイス。中間来るよ。無理無理。ユニドリルはダン。ナイス。まあ初手のすべてな。だな。キャンセルした。あ、まあ終わりか。普通に出落ちた。キャンセルすると思わんやん。ドレケ中なんすよね。無理、死にます、さすがに死にます。いやー、わかんない、残ってるかも。もう1枚、まあ、いい、1枚は入ったが多分残ってたかな、今のわかんない、自信ねえや、まあ多分帰るうん、ウララと引き連使ったけどって感じで、わかんねえ、あの UR の方の CT がいつ上がるかわかんねえ、チュンリーマジで。みんなこっちまで来て、マジスキレるこれ。あぶね、あの瞬間に開いたらよかった。ユニドない？ない、さっきも切った。HS咲いた。ナイス。あいやいや、うわっ待って、やめてやめてやめてだけんなよお前のせいで復活したんだけど目の前にはゆらら打たれてた、引き連と。いや、この編成多分やんないな、ダブルミナスも。俺が下手くそで普通に正面から下ってたんだけど、まあ、イデアからのマジスクシールド当たるんじゃないの。死を覚悟しなよ。だよね、まあ、そのためのシールなんだろうけど。レッドチームの皆さん、準備はよろしいですか。バトルは始まりです。空かけ、空かけ、お主気がしたな。 B を奪われました。 T を獲得しました。会長はこれ C さん何なの、マジで。 B を奪われました。巨人ある。準備ができた。足首2枚入った、これ無理。いいを奪われました。勝て。
ダメか入ってる。いいよいいよ、俺グザ対面するわ。あーいや、グザそっちじゃない。残り2分です。マジスク、あー入んない。はい、取ってる。あーはい、連続で敵を倒しました。はい、強い。やっとA を獲得しました。え、スイッチしたらどうすんの。かゆくない、かゆくない、ありがとう。ユニドはいらん。巨人ある。いや無理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 、守りでいいでしょ、これはもう。残り1分です。うわー、ごめん、壊れないの。味方が倒されてしまいました。地位を奪われました。さて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 、うますぎる。あー、うますぎる。うますぎて笑う。バトルが終わりました。勝利です。もう終わりか？俺はまだ死んでいないぞ。いや、マジっす。アバカンセンスあるかもしんない、今日。聞いてたんで。やっぱ聞いてた。じゃあ、聞いたことにするわ。皆さん、準備はよろしいですか？バトルの始まりです。カメリソンがある。 A を奪われました。敵を倒しました。入れてる、3入れてる。 B を獲得しました。敵を倒しました。三田さん、奥触っていいんじゃないの。獲得しました。敵を倒しました。ナイス。シフ上いけない。シフ上いけない。味方が倒されてしまいました。一番いらないのに引いちゃった。味方が倒されてしまいました。まあ、2対2からだね。詰めるべ、これ。敵を倒しました。キーを獲得しました。あーで HS って勝った。
ギリ言ってた。ダメか来い。あ、CT 戻ったまだいいんじゃない。 CT 戻ったからいいんじゃない。いや死にたくない。うわ生きたから。勇者強。陰キャ勇者強くね。笑うわこれで勝てんの。一陣即触りですぐ二陣行く感じでいいや。広げなくていい一陣は。2置き、まあどっちでもいい、1置きでも2置きでもどっちでもいいや。うん、元気ありえまっするよ。ブルーチームの皆さん準備はよろしいですか。バトルの始まりです。上昇エネルギー高い。俺死ぬわこれ。ごめん。アバカン使った。トロサーモン踏みに行っていいと思う。シーフ CF ユニ味方が倒されてしまいました。いや飽きてる残しとけばな。トロサモンと剥がせたんだけどな。キテル上がんなかったんでな。もうちょい耐えてくれたらキテル上がったんだけど。一回入れ入れるわ。残り2分で美しい。あ、いや、戻りそう。置ける？置きに行ける、それ。味方が倒されてしまいました。あ、ごめん、収穫するわ。いやー、無理だ。負けれないんだよな。ベイビーの抱くまでは死ねない。味方が倒されてしまいました。残り1分中間抜ける。ヘチェスパワー。シフ裏つってもいいんじゃない。それジャス間に合うでしょ、さすがに。どんどんたっぷりお礼をしなきゃね。残り30秒です。シフ裏触っていいんじゃないの。え、シーフ裏触んないの。裏触ってよくない。え、シーフだ一陣触るとよかったと思うけどな。味方が倒されてしまいました。味方が倒されてしまいました。味方が倒されてしまいました。危な。シーフ一陣触るだけで絶対勝っちゃうと思ったけど勝利です。うん、はい、ということでね、はい、4戦見てきたんですけど、まあこんな感じの練習してますって感じですね。まあ、他にもいっぱい練習してるんですけど、まあ、ルミナスがまあグランドスラムでワンチャン使うかもしれない編成っていうか、ルミナスが勝ってる試合って、まあ、言っちゃえばそのグランドスラムで使うかもしれない編成なんで、まあほとんどやっぱ俺らが勝ってる試合だけになっちゃうんですけど、はい、まあそこはね許してくださいって感じ。そのルミナスのグランドスラムの編成とかバラしたらそれはね良くないことだから、まあそこら辺はバラさないように、まあこうやって声を超えれました。はい。
まあ、チュンリーとかの動画はやっぱ、まあ、どうせ加工されるしって感じで、まあ、出しちゃってるんですけど、まあ、基本はやっぱもう、ルミナスが大会で使う、っていうか、ルミナスが俺らに勝ってる試合とか、やっぱ大会で使いそうなんでね、見せれないんで、そこが悲しい。まあ、グランドスラムが、多分グランドスラムの練習も多分、ルミナスと多分手伝うんで、まあ、そこでまあ、また、ルミナスとの練習動画上げるんで、それも見てください。まあ、まだまだ先なんですけどね。まあ、先のことなんですけど、まあ、それも見てください。ということで、今回の動画はこれまでです。バイバーイ。